こんにちは、プロトリフチャンネルです。こちら秋から冬にかけて赤い実が綺麗なチェッカーベリーという植物です。本当の名前はゴールテリア、ゴーテリアというのが本当の名前ですが、チェッカーベリーという名前で多く流通しています。まあ、こちら実は同じもので、生育期間中春から秋ぐらいまでは葉っぱが緑色をしています。秋口から冬にかけて寒くなってくると、だんだんこのように霜枯れ、寒さ等で赤く紅葉してくるというのも魅力的ではないかと思います。軒下等に置いておくとずっとこのような緑色ですが、寒さにしっかり当てることによってこのように灰色も変わってくるので、ぜひ冬はこの銅葉と赤い実とのコントラストを楽しんでみてはいかがでしょうか。お日様大好きな植物ですから、よく日に当たるところで管理をしてください。水はどちらかというと嫌いではないので、触っていつも湿っているような状態がいいと思います。ただし鉢皿等に水を溜めておくと、いくら水が好きといえでも根腐れすることがあるので、その点は気をつけて管理をしてやるといいと思います。肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料を株元にやる。そうするとこのゴーテリアの場合には地下系で増えていきますので、もこもこといっぱい、鉢いっぱいに株がなって可愛い花を咲かせ、実をつけることができます。ツツジ科の植物ですから、酸性の土壌で植え付けをしてやるといいと思います。